サンフレッチェ広島レジーナの滝沢知世です。レジーナ上位進出へ、鍵を握るのが新加入の滝沢知世21歳。昨シーズンまでは AC 長野に所属、背番号10を背負いリーグ優秀選手賞に選出されました。新しいチームでまた一からアピールしてスタメン争いっていうのもしたかったですし、自分がどれぐらい通用するのかっていうのをもっともっと試したいっていうふうに思って、まだ年齢的にも若いのでここでチャレンジしようっていう思いで移籍を決断しました。新たな一歩を踏み出した滝沢選手の武器は、個人的にはドリブル突破とあとシュートっていうところ、ドリブルとパスとうまく使い分けながら相手が何してくるか分かんないなっていう怖い選手になれたらいいなと思います。昨シーズン日本代表に選出された中島選手は滝沢選手の技術に驚きを隠せません。やっぱドリブルがうまいです。すごい一人でゴリゴリ持っていくことできますし、小さいけどこううまく体使いながらボール隠しながらドリブルしていくのはすごく上手だなって思います。卓越したボールさばきを見せる滝沢選手、元気の源となる勝ち癖は、試合前に JO1 のライブ映像だったり音楽を聴いてテンションを上げることです。推してるのは豆原一成さん、11人いるメンバーの中で最年少なんですけど、すごい小さい頃からひたむきに努力してるとこだったり、自分も長野に最初行った時に最年少でやってたんで、すごくなんか重なる部分があるなと思って応援してます。 JO1 への愛があふれる滝沢選手、プライベートでも仲がいい中島選手からはとあるクレームが。普段の顔をこうとっさに撮ってきたりしてちょっと嫌ですね。本人に聞いてみると、自分がこっそり撮ってみんなに広めてます。最近はなんか一緒にドラマ見ててなんか感動するドラマなんですけど、主演の女優さんよりも泣いてて、そろそろやめてほしいなっていうお願いがあったんですけれども、いや、やめれないです。もうどんどん自分の携帯のフォルダに中島フォルダが溜まってってるんで、やめないです。新たな道を走り出した小さきファンタジスタはとどまるところを知りません。昨シーズンが4得点5アシストだったんで、それ以上移籍してきたからこそこのチームに新しいプレーだったり新しい勢いを持たせられるのは自分だけができることなので、絶対勝つっていう気持ちを忘れずにチーム全員で戦っていきたいと思います。